大人のご褒美パフェ。いやー、美味しそう。日本の皆さん、こんにちは。アサバービー日本語チャンネルです。今日は日本語でやります。というのもですね、バービーファンクラブジャパンのスタッフが、私の代わりにですね、ストリングスホテル名古屋さんが今行ってらっしゃるバービーコラボのイベントに、ファンクラブのスタッフがですね、取材に伺いまして、そのバービーのコンセプトルームと、あとお食事の様子、動画に撮ってきてもらったんで、映像をですね、皆さんと一緒に見て、素敵なバービーの、大人なバービーの世界をちょっと楽しめたらなって思ってます。コロナ禍でアメリカから簡単にパッて行けないんで、私はバーチャルで楽しんで、まあ皆さんは動画見て、あ、気になってたけどやっぱり来たいって思った方は、説明欄の方にリンク貼ってありますんで、そちらからストリングス名古屋さんにお問い合わせ、ご予約いただけたらなと思います。ストリングスホテルさんはね、2年ぐらい前からかな、バービーコラボはちょくちょくやってらっしゃって、私も表参道のストリングスさんには、自分のファンミーティングを開催させていただいた時に、バービーのメニューでね、やっていただいたんですけれども、今回名古屋、ストリングス名古屋さんの方で宿泊プランもやってらっしゃるってことで、私もすごい気になってたんで、今日映像を見られるのとっても楽しみにしてます。じゃあぜひ、一緒にご覧になってください。ここでーす。わー、すごくモダンで、素敵な建物ですね。また表参道とは雰囲気が全然違いますね。わー、素敵。で、ホテル内のレストランジリオンさんで、まずバービーのそのテーマのコースですね、をいただくことができるんですね。ホリデーパーティーっていうコースの名前です。わー、かわいい。でもこの周りにたくさんバービー飾ってありますね。あ、こういうオブジェもすごく素敵。あ、この子持ってる。ファッショニスタもいるし、あ、シックスティースのね、アニバーサリーのバービー。去年出てたやつです。一昨年か。出てたやつですね。あ、ケンもいますね。かわいいですね。やっぱり実際にね、ただコラボじゃなくって、ドール飾っていただいてるとね、嬉しいですね。気分上がります。わー。すごい素敵ですね。黒と白とシルバーを基調にした、こう、インテリア、デコアになってて、ただこう、ピンクだけじゃないっていうのがね、ちょっとシックでかっこいいですね。モダンな感じで。すごく素敵。あ、バービーエキストラもいますね。新しい子だ。かわいい。いやー、インスタ映えなスポットたくさんですね、これは。行ったらはしゃぐな、間違いなく。すごーい。で、中に一歩入ると、ここがレストランの飲食エリアになるのかな。わー、いろんなところにバービーロゴが。うん、黒の中にピンクが映えて素敵ですね。シャンデリアも綺麗。あ、デイジーいる。ピンクのキャンドルも置いてあります。あ、ここかっこいい、このスペース。こういうね、バービーのアートとかが置いてあるといいですね。ここ座ってお写真撮れるのかな？鏡だから撮るの難しいかも。あ、ここはいい。インスタ映えスポット。かっこいい。このバービーね。あ、素敵ですね、これは。オープンキッチンな感じ。これ私メニュー拝見したんですけど、めちゃくちゃ美味しそう。私フレンチ大好きなんで、フレンチ一番好きなんですけど。いやー、行きたかった。いやー、これ美味しそうだよね。これ私最初だってもうスイーツかと思ったら、マカロン乗ってるかと思ったもんね。フォアグラとリンゴをサンドした黒もなんか美味しそう。でピンクが多いんですね、お料理も。素敵、美味しそう、かわいい。これは食べるのがもったいないぐらいの。アマダイとエビのラビアタかな、これ。全部美味しそうだね。わー。アメリカにはね、あんまりこういう
ちょっと繊細なアーティスティックなフレンチあんまりないですからね。あーかわいいわーこれも美味しそう。うん、カモロース肉とイチジクのキャラメリゼ、これかデザート、赤桃とバラのムース、美味しそう。 Welcome to Barbie's Holiday Party って書いてあるね、かわいい。でここが、日帰りの、プライベートティールーム。いろいろプランがあるんですね。宿泊じゃなくて日帰りのプランもあります。で、ここでプライベートのティールームで、スイーツ楽しむこともできると。ここのお部屋のデコレーションもかわいい。あーかわいい。ここはもっとストライプがたくさんな感じですね。あとピンクのハイヒール。かわいいなぁ。ここバビドリ映えそうですね。で、これがね、大人のご褒美パフェ。いやぁ、美味しそう。うん。これはアメリカでは食べれない。いいなぁ、ジャパン行きたい。で、こちらのお部屋が宿泊プランの、バービールームですね。いやぁあー素敵。ここもちょっと大人っぽい感じにしてありますね。バービーのロゴはこう飾ってあるんだけれども、全然子供っぽくない。かわいい。これは、いろいろ皆さんもお部屋のデコレーションの参考になるんじゃないでしょうか。かわいいなー。あー、これはもうお部屋お泊まり行くなら、絶対みんなミニミー持ってって、いっぱいバビドリしてあげてほしいですね。実は私のミニちゃんも連れてってもらったんですね。で、撮ってきてもらったんで、ちょっと後で一枚お写真ご紹介しますね。いや、バスルームもバービーって書いてて、これ、トイレがめちゃくちゃ可愛い。ね、うちもピンクのトイレットペーパーたまに使うけど、可愛い。ピンクと黒で、こんなリボン巻いてあって、おしゃれですね。さすがです。こんな感じです。すごい素敵。泊まってみたいね。いいな、これ。ほら、ミニミもこんな喜んでる。いや、お部屋すごい素敵でしたね。わー。てか、お食事がとっても美味しそう。普通に食べたい。ただでさえ美味しそうなのに、バービーのロゴ乗ってたらもう、もっと美味しそうに見えるね。かわいい。まあ、私もピンクフードクッキングよくやりますけど、ちょっとファンシーね、こちら。うん、美味しそう。11月14日までの開催になってます。説明欄に、ストリングス名古屋さんのリンク貼っておきますので、そちらからウェブサイトチェックしてみてください。ご利用になられるときは、必ずご予約おすすめいたします。宿泊日帰りプラン両方ありのバービールーム、グラマシースイートで大人のご褒美パフェ、レストランジリオンさんでホリデーパーティーのコース料理。全部いいね。私は全部行きたい。ストリングスホテル名古屋さん、取材ご協力いただきありがとうございました。とっても素敵。いや、私も行きたいな。いいな、ジャパン。最後までご覧いただきありがとうございました。ピンクタスティックでバービーな一日を今日も過ごしください。あそばバービー日本語チャンネルでした。バイバーイ。